こんにちは、お絵かきとものづくりチャンネルです。今回の動画は Adobe イラストレーターを使用した写実的なイラストの描き方を紹介します。今表示されているイメージはスケッチをもとにイラストレーターで作成したオリジナルの人物画です。そのため特定のモデルは存在しません。イラストレーターはシンプルなデザインにマッチしたロゴやアイコンのような記号的なイメージを作ることに適していますが、トーンをコントロールすればこのような立体的なイメージを描くこともできます。イラストレーターを描画ツールとして考えたことがないという方や描画の幅を広げたいという方にぜひ紹介したい手法です。それでは始めていきましょう。画像は主にグラデーションメッシュを使って作成します。グラデーションメッシュは線を引いて色を塗るというような描画の延長線で捉えると少し癖のあるツールといえます。例えば複雑な輪郭線を持ったオブジェクトを作成してから塗り絵のようにトーンをつけようとすると歪んだメッシュが現れてしまいます。これでは色彩を適切にコントロールできません。しかし 3D ソフトのようにメッシュのあるオブジェクトを組み立てていくというような彫刻的なアプローチで捉えればより直感的に扱えるようになります。シンプルなメッシュで作成したボリュームの塊をつなぎ合わせていくという感覚です。具体的に見てみましょう。まず円か矩形のオブジェクトを作り、グラデーションメッシュを適用します。メッシュは十字に分割されるので4つの頂点があるオブジェクトは綺麗に分割されます。ダイレクト選択ツールでアンカーポイントやハンドルを動かしながら形やグラデーションを調整します。メッシュの分割がグリッド状か放射状になっているとメッシュの変形や追加が容易になります。オブジェクトを描きたいものの形に近づけていきます。一つのオブジェクトで複雑な形態を作る必要はありません。無理にメッシュを細分化するのではなく新しいオブジェクトを追加しましょう。オブジェクトを追加すれば複雑なディテールを与えることができます。その際追加するオブジェクトの縁の部分を透明にしてオブジェクトのつなぎ目を滑らかにするといいでしょう。縁を透明にするぼかしの効果はオブジェクトを滑らかにつなぎ合わせるだけでなくイメージに空間的な奥行きを与えることにも役立ちます。オブジェクトの縁にぼかしが入るとオブジェクトとその周囲の間に切断とも結合とも言えない曖昧な揺らぎが生まれ空間的な広がりが直感的に感じられるようになります。シンプルな円や矩形のオブジェクトに単純なグラデーションを与えると球体や円柱のように見えてきます。人体を球体と円柱の集合体として捉えることが今回の制作の鍵になります。このように捉えると頭部や胴体、四肢から臓器、骨や血管、毛髪など全てが近しい要素から成り立っているようにも見えてきます。一方で単一に見えるものも複数の要素が絡み合い構成されていることがわかります。イラストレーターで作業をする前にまずモデルを構想しましょう。絵を準備するのが難しいという場合は撮影した写真や画像検索サイトの中から描きたいモデルを選ぶのもいいでしょう。今回は技術の紹介なので汎用性のあるモデルとして女性とも男性とも大人とも子供とも言い難い中間的な要素を持つキャラクターを作成することにしました。髪は短髪と長髪の要素を持つラフな2ブロックにして、トーンは明るすぎず暗すぎずブルネットとグレーの間にあるようなアッシュ系にします。下書きのスケッチは紙でもタブレットでも構いません。自分にフィットするものを選択しましょう。人物の顔つきが捉えられる程度のあたりとざっくりと陰影を示したもので十分です。イラストレーターで制作しながら変形や修正を加えていきましょう。下書きのイメージをイラストレーター上に配置します。作成したいイメージの大きさにします。スケッチの輪郭線にアンカーポイントを引いていきたいところですが、先ほど解説した通りグラデーションメッシュでイメージを作成するときは輪郭線に沿って線を引くというよりボリュームをつなぎ合わせるように組み立てていきます。新しくレイヤーとオブジェクトを作成します。下書きを半透明にしてオブジェクトの上のレイヤーに置いても見えるようにしましょう。人体のように基調となるカラーがはっきりしている場合は単色で陰影を作ってから色彩を変更するのも有効な方法です。階調を5つ程度に抑えて作成すると後に変更が楽になります。色を変えるときは色を変えたいオブジェクトを選択してコントロールパネルにあるオブジェクトを再配色をクリックします。
ホイール上にあるベースカラーを移動させれば全体的な色味が変わり、その下のスケールを動かせば明度が変わります。詳細をクリックすれば色彩をそれぞれスケールで調整できます。ベースとなる色が決まったらダイレクト選択ツールで細かく調整していきます。解説をオブジェクトの形成に戻しましょう。手順としては、顔正面の全体的なボリュームを作りながら新規レイヤーでレイヤーを追加し、顔のパーツをレイヤーに分けて作成していきます。鼻のパーツは鼻のレイヤー、口のパーツは口のレイヤーという具合にバランスを見ながら全体的に進めていきましょう。パーツを形成していく一つの例として、耳のパーツの制作を細かく解説します。耳は頭部の中でも複雑なパーツの一つです。耳を作ることができれば、グラデーションメッシュを使用して描く技術は概ねマスターできたと言えます。まずベースとなるオブジェクトを作成しましょう。矩形のオブジェクトを作り、グラデーションメッシュを適用します。耳の形に近づけるためにオブジェクトを扇形にします。ダイレクト選択ツールで動かしたいアンカーポイントを選択し、回転ツールをクリックして選択した部分を回転させます。任意の場所でクリックすると、回転の中心軸を示すマークが現れ、そのマークの周りを選択した部分が回転するようになります。ドラッグして回転させます。下書きを手がかりにオブジェクトのアンカーポイントを動かして、さらに形を近づけていきましょう。扇形のオブジェクトにトーンを追加してみましょう。一つのオブジェクトではシャープな境目を作ることができません。溝や部分的な輪郭線を作るために新しくオブジェクトを追加します。矩形が一列に並んでいるシンプルなメッシュで構いません。片方の辺を透明にして扇形のオブジェクトに溶け込ませましょう。耳はチューブ状の立体が波のように並んでいます。立体の特徴を捉えながらオブジェクトを配置していきます。耳の基本的な形態が出来上がりました。ある程度形になったら色彩もつけていきましょう。もちろん初めから色彩をつけて作成しても構いません。影をつけるためにさらにオブジェクトを追加します。影に赤みを多く含ませると肌の奥に通う血の巡りを予感させます。ロウのようにほのかに透ける透明感と柔らかな印象が与えられます。影に黒い成分を多く含ませると塊としてのボリューム感が引き立ちます。耳の背景が少し明るいと奥行きが感じられ、オブジェクトがより前面に突き出してくるように見えてきます。これらは絵画の古典的なテクニックですが、デジタルイメージにおいても同じ効果を得ることができます。顔のそれぞれのパーツにディテールを加えていきましょう。鼻のように皮脂が多く含まれる部分は、光源が白ければ白に近い色で光を表現し艶やかに見せます。光が強く反射する部分は白みが増すだけでなく、コントラストが増し細部が強調される場所でもあります。このような場所に毛穴など皮膚の微細な凹凸がわかるものを加えてみましょう。目とその周囲には注目すべき点が数多く集中しています。視線や影が作り出す表情は様々な表現を読み取らせる力を持っています。まぶたに落ちる影のつき方や光彩の配置、眼球の反射の仕方などを繊細に調整し、描きたい表情を作りましょう。ここでは視線をやや落とし、まぶたの筋肉を少し弛緩させるように上まぶたに薄く影を与えています。力強く何かを見ているというよりは、ここにはない何かを見ているような、考え事をしているような雰囲気を持たせました。まつげや眉毛もシンプルなオブジェクトの集まりで構成されています。少しカーブしたこのような形状のオブジェクトを作成するときは、矩形にグラデーションメッシュを適用し、オブジェクトを引き伸ばしてから真ん中の3つのアンカーポイントを横に移動させ、上下の3つを一辺ずつ回転させましょう。オブジェクトの縁にあるアンカーポイントを全て選択して透明にします。場合によってメッシュを追加してフィットするものを形成しましょう。数種類のバリエーションを作り、使いたいものをオプションキーを押しながらドラッグすれば、複製と配置が一度に行えます。シワの凹凸は人物の運動を予感させます。また皮膚にニキビやシミ、ほくろなどを加えると、表面に立体感を与えるだけでなく生命活動を予感させ、キャラクターの個性を強めることができます。同じオブジェクトを長時間見続けていると目が慣れてしまうので、イメージを左右反転するなどして携帯から読み取れる印象を改めて確認しましょう。
髪の毛を加えていきます。髪の毛も複雑なパーツの一つですが、ボリュームの塊を捉えながら複数のレイヤーに分けて作成しましょう。まず大まかにボリュームとなる部分と暗く沈み込む部分、地肌と連続する部分などを作成していきます。さらにリボンのような束になった髪の集まりで頭髪の流れを作ります。キャラクターの髪質を意識しながら細かい毛髪を加えていきます。これで概ね完成となります。陰影や質感など微妙な調子をさらに詰めていくことはできますが、今回は基本的な技術紹介の動画なのでここまでに留めておきます。より詳しい情報が欲しいという方や、また他にも良い方法があるという方はぜひコメント欄でお知らせください。それではまたお会いしましょう。